こんにちは、ザ・ファブリカントでコミュニティマネージャーをやっているケイです。今日はなんと、記事のデザイナーとして参加してくださってるルリンさんに来ていただいて、記事のデザインの方法をですね、教えていただけることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう本当にありがとうございます。今日がすっごい楽しみで、今週ずっとワクワクしてたんですけど、本当にもう、めちゃくちゃ私も今日はもう勉強させていただきに来ました。ありがとうございます。はい。頑張ります。で、今早速画面共有していただいてて、これがイラストレーターっていう、アドビのアプリになりますよね。うん、はい、そうですね。を基本使われてる感じですか？デザインするとき。そうですね。パターンを作るときは主にイラストレーターを使うんですけど、この素材を作ったのは、この素材のベースを作ったのはクリップスタジオになります。あ、なるほど。そのクリップスタジオって今多分動画を、今動画を流させてもらってるんですけど、これがそのタイムラプスという、はい、動画をこうギュッと時間を短縮したものをタイムラプスって呼ぶんですが、うん、この絵をこう考えながら、はい、作ってくださってる工程なんですが、この画面、はい、結構似てますが別ってことですよね。そのイラストレーターではなくクリップスタジオっていうソフトってことですよね。これを使う理由とかって何かあるんですか？クリップスタジオは普段イラスト描いてるソフトでもあるんですけど、イラストレーターはそのパスで描かないといけなくて、ちょっと思ったような線が引けなかったりする場合が多くて、もうそのイラストレーターには画像トレースっていう画像をそのパスに起こしてくれる、変換してくれる機能があるので、もうそちらを活用してやろうっていうことで、もう元の素材、というか元の形はクリップスタジオで描いて、それをイラストレーターに持ってきてパスに変換して色をつけたっていう感じになります。なるほど。だから途中動画の途中ではイラストレーターに移行して、はい、で今の画像に至るってことですね。そうですね。ありがとうございます。めっちゃ勉強になります。ちょっとこれをちょっと明日行く、はい、ちょっと真似させていただきますね。左、はい、にこう持ってこれるっていうのを知らなかったので、ちょっとこの動画を見てやってみようかなと思いました。ありがとうございます。はい、いえいえ。今日はこの作ってくださった素材を使ってリピートパターンを作るということになるってことですね。はい、そうですね、はい。はい。早速お願いします。はい。ちょっと漠然としかイメージしてないんですけど、パターンを作る設定があってですね、パターンっていうものを押すと、この四角の中にパターンを作れるようになるんですね。ちょっと説明が下手なんですけど、この素材をコピーして、はい、パターンを作成すると、そのスウォッチの方に、こんな感じで、最初からこう表示されるようになるんですね。すごい。なるほど。はい。ちょっと今正方形じゃないので、150にして、ちょっと正方形にして、で、ここからこうやって動かすと、その時点でシームレスのパターンにしてくれるので。なるほど。じゃあもうこれで、はい。薄く見える四角形の上下、はい、斜め、どっちの方向にも8個の方向っていうことですよね。に、そうですね。パターンつながってるってことですよね。はい。すごい、めっちゃ便利。そうなんですよ。一応、この、今は四角で流し込んでるんですけど、これをレンガ状にしたりとか、ちょっと、大量境界線があるんですけど、ちょっと六角形にしたりとか、いろいろできます。すごい。あ、なるほど。はい。で、ファブリカントで使ったのは、この四角の正方形のグリッド上で、こうやって、全体を見ながら、作った感じになりますね。なるほどな。これ、四角形って指定でしたっけ？すいません。私はちょっと忘れちゃってるんですけど。
シームレスなので、やっぱ視覚はいいのかなと。確かにずれたりしますもんね。ですね。視覚じゃないと。はい。なので、視覚で作って、こうやってバランスを見ながら配置するっていう感じになります。はい。それってその、最終的にその洋服用の生地になるわけじゃないですか。はい。それをこう想像しながら配置したりとかするんですか？想像、洋服として想像はしていないんですけど、例えばその、まあ、紙とかにパターンで印刷したりとか、はい、そっちの方で、まあ、平面上でイメージして作ってる感じになりますね。なんか、ワンパターンにならないように配置を変えてみたりとか、あ、そんな感じですね。変わっていく。なるほど。こうやってリアルタイムに変えられるのですごく便利です。ちょっとこのままだと背景に色はちょっとつけられないんですけど、一つ、ですね。例えば白を敷いちゃうとかって隠れちゃうんですよね。ああ。はい。なので、表面の、その、柄だけ、先に配置して、後で別に色をつけて、保存するっていう感じになります。なるほど、なるほど。はい。そういう感じなんですね。ですね。で、ちょっと上下関係とかもあって、下にこう潜り込んだりとか、こっちの鼻の下には潜り込んでるけど、こっちの、桜の実の上には乗ってるみたいな感じになったりするので、その都度。その花は、はい。隣の花だからってことですね。そうです、そうです。こっちが優先されるんですよね。難しい。本当だ。なので被らないように、なるべくいい感じに配置をしていかないといけないですね。結構難しいですね、なんか。簡単そうに一見見えても。そうですね。もう、その、この青い境界線からあんまりはみ出さないように。はみ出しても被らないようにすれば、なんとか収まるんじゃないかなと。はい。面白い。もう、こういうのはちょっと、もうどう見てもパターンでリピートしてますよっていう感じになっちゃうので、なかなか難しいですけど、はあ、こうやって地道に配置して、自分のその好きなところ、いい感じのところを探す感じになりますね。なるほど。面白いな。これを一回パターンで作成するとこっちのスウォッチに保存されるので、こうやって、長方形を描いたら、自分の好きな形に流し込めるようになります。すごい。はい。じゃあ、これなんか自分の、例えばロゴとかで作っても、はい、もうすぐにその、ロゴの、はい、リピートパターンとかを作れるってことですよね。そこですね。はい。のやつとかを、その、いられの中だけでも、記事じゃなくても、はい。いろんなところに使えるってことですよね。はい、ですね。この機能はとても便利なので、もういられはもう、ほぼ、これのために使ってるみたいなところもあります。一応、フォトショップとかでもできるにはできるんですけど、やっぱりちょっと、フォトショップだと重かったりするので、はい。ちょっと拡大縮小するとジャギったりしちゃうんですけど、いられはそんなことがないので、もう自分の好きな大きさとか形に変更できるので、めちゃくちゃ重宝しています。めっちゃ有料級の内容じゃないですか。大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい。すごいすごい。じゃあこれができて、はい。背景とかを別に、はい。あ、そうですね。ちょっと一旦消して。ありがとうございます。はい。ちょっとドキュメントがちっちゃいので、ちょっと大きくして、長方形ツールを押して、
回ポンとクリックします。で、先ほど入力したサイズですね。150mm で入力したので、150、150で入力して、OK すると、きちっとシームレスになる。すごーい、はい、なるほど。ですね。でも、これがじゃあもうある意味完成形の。はい。ですね。数分でできたじゃないですか。すごい。できましたね。で、これの下にですね、ラジオに、線というか、長方形ツールで引いて、今ちょっとパターンになってるので重なっちゃってるんですけど、これを白にして、下にやって、色をこうやって変えると、そのパターンの背景ができます。なんか背景が変わる、色変わるだけで全然世界観も変わりますね。そうですね。150で、はい。ちょっと位置がずれてしまったんですけど、新規に150のサイズのキャンバスを作って、そこに今ちょっと貼ってみました。新しいドキュメントってことですか？あ、そうですね。うん、ちゃんとぴったり載ってるか、載ってますね。これを、ちょっと一回画像に書き出します。今はちょうど正方形になってますね。512にして出します。はい。名前をつけて保存します。めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。こちらこそ。ルリンさんとの対談いかがでしたでしょうか？違うわ。対談じゃない。ああ、ファック。ルリンさんに生地のデザインの方法をお伝えしていただきました。いや、すごいですね。私も全然なんかわからない機能とかをいっぱい使っていたので、もう一度見てちゃんとできるようにしときたいなと思います。ですね、この動画の終わりで、フロートのフロートの受け渡しをこちらの動画でご案内させていただきたいです。毎月ですね、このようにデジタルファッションについての動画をテーマごとに、毎月ですね、デジタルファッションについての動画をこのようにアップしていっていまして、で、その、受けていただいた、受講していただいた記念になる NFT、無料のものを配布しています。フロートと呼ばれているんですが、こちらをですね、概要欄の方にフロートのリンクを貼っています。そちらからアクセスしていただいて、で、ブロクトーというワレットを使って受け取っていただきたいんですけれども、もし初めてだよという方は、別の動画でその受け取り方の方法をまとめたものを、記載していますので、そちらから見ていただいて、で、こちらの、フロートを受け取っていただければなと思います。そのフロートの受け取り方の方にも、実は別のもの、fuck that。ぜひこの受講していただいて記念にですね、この無料の NFT を受け取ってみてください。ではまた次の動画でお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画では生地ですね、リピートパターン、はい、上下左右、斜めにどういうふうにつなげてもシームレスに、つなぎ目がないように見える、うん、パターンの作り方を教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、びっくりしました。はい、ほぼボタン1個で急に世界が変わったところです。そうですね。はい。こちらこそ。で、なんと次の動画ではですね、グイロイドっていうアプリに入れて、はい、で、洋服にこの記事を反映させる方法っていうのを特別に見せていただけることになったので、はい、ぜひその動画も見ていってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい
ルリンさんに記事のデザインの方法をお伝えしていただきました。いやすごいですね。私も全然なんかわからない機能とかをいっぱい使っていたので、もう一度見てちゃんとできるようにしときたいなと思います。フロートの受け渡しをこちらの動画でご案内させていただきたいです。毎月ですね、デジタルファッションについての動画をこのようにアップしていっていまして、でその、受けていただいた、受講していただいた記念になる NFT 無料のものを配布しています。フロートと呼ばれているんですが、こちらをですね、概要欄の方にフロートのリンクを貼っています。そちらからアクセスしていただいて、ブロクトーというワレットを使って受け取っていただきたいんですけれども、もし初めてだよという方は別の動画でその受け取り方の方法をまとめたものを、記載していますので、そちらから見ていただいて、でこちらの、フロートを受け取っていただければなと思います。ぜひこの受講していただいて記念にですね、この無料の NFT を受け取ってみてください。ではまた次の動画でお待ちしております。